長年にわたって自治会長を務めた市民を対象に、その活動を称える地域知縁自治団体功労者表彰が行われました。功労者表彰は自治会連合会の定期総会に合わせて行われました。表彰の対象となったのは、今年4月1日現在現役自治会長であり、連続して5年務めた人です。また制度開始年度ということで、本年度のみ平成17年1月から平成30年3月までの間、自治会長を10年以上務めた人も対象となっています。会場となった農業やコミュニティ文化センターには、表彰対象者や自治会関係者などおよそ200人が参加しました。今回の対象期間の中で10年以上自治会長を務めたのは11人です。このうち花岡地区東出西の自治会長を務めていた長島博さんが代表して感謝状を受け取りました。5年以上自治会長を務めている現職の自治会長は78人です。このうち第二地区南町の鈴木清子さんが代表して感謝状を受け取りました。感謝状の贈呈に続いて、挨拶に立った竹上市長は、皆さんのおかげでスムーズに市政運営ができている、今の時代だからこそ地域の力連携が必要となっている、長年頑張っていただいた皆さんに心からの感謝を伝えたいと話していました。なお、5月30日には住民協議会の会長を対象とした感謝状贈呈式が住民協議会会長会議の中で行われる予定です。